こんばんは、天野さん。メッセージありがとうございます。今回の評価なんですけども、こういうふうにしてみましょうか。まずですね、お金のメンタルブロックを外す方法実践編ということですけども、タイトルをもうちょっと際どい、感情を動かすようなね、鋭い方にした方がいいんじゃないかなと思います。これちょっと待っておいてくださいね。で、次なんですけども、ここですよね。改善しないといけないのは、チャンネル登録者数の方がちょっと少ないなと。これはね、なんとか100人を目標に、例えばね、2019年度中に100人とかっていう風な目標を立てて、じゃあ1日3人とか5人とか増やさないといけないよねっていうことに基づいて、3人増やすための動画を作るぞ、5人増やすための動画を作るぞという風に呼びかけていくってこと、これをね、スタートラインにしなければ、自動的に増えていつの間にか100人になっていた、でも3年経ったみたいなことになっちゃいますから、一刻も早くこれを1000人にしないといけないんですよね。で、一つの目標としては100人です。100人に行ったら、今度はね、100人達成おめでとうみたいなね、ありがとうみたいな感じで動画を撮っていったりとか、100人から200人ぐらいのチャンネル数を持っている方とコラボレーションしたりとかしてね、引き上げてもらうっていう方法もありますよね。で、次ですけども、お金のメンタルブロックを外す方法ね、ここいいタイトルだと思いますので、これを今回テーマにしたのはとっても見どころがあるというか、いい感じだと思います。あとはね、できればなんですけども、こちらに今天野さんの顔がありますけども、できればね、こっちの方に寄せて、こういう風に立つことによって、花屋龍馬さんみたいにここにね、なんかテーマとなる文字を入れるようにできればいいなと思いますよね。お金のメンタルロック、これでだいぶね、動画の見やすさって変わるんですよ。こんなちょっとでかすぎますか。こういうふうにやることによって、強調したいことがはっきりわかるんですよね。言葉で言うだけでもいいんですけども、やっぱりちょっと面倒かもしれませんけども、ここにね、テーマ、タイトルを入れることによってさらにはっきりするわけなんですよね。はい、そんな感じで見ていきましょう。ではですね、もう一つサムネイルのこともちょっとお話していきましょう。サムネイルこれで作ったんですけども、まず1点はですね、サムネイルの文字がかぶりすぎていて背景が見えなくなっちゃってるんですよ。これじゃ意味がないんですよ。これではね、これではちょっと意味がないですから、じゃあどういう風にするのって言ったら、こういう風にするといいんじゃないかなと思いますよね。私の返信動画のサムネイルですけども、背景の人物がはっきり見えるのと、それから文字ですよね、テクスチャーもはっきり見えるという形でございます。これがだから大きすぎると、なんか背景がね、見えなくなっちゃって、何なんだろうって感じになっちゃいますね。特にサムネイルはそんなに大きくないんで、背景をしっかりと見せて被らないようにする、もしくは被っても大丈夫なように文字とのバランスを考える必要があるんじゃないかなと思いますね。それではですね、じゃあ実際どういったサムネイルに基づいてタイトルをつければいいのかってことですけども、タイトルですよ。動画説明欄のタイトル、ここですね。お金のメンタルブロック発動法って書いてるところを、どういうふうにしたらちょっといいかな、際どいかなっていうことなんですけども、例えば一つの例としてはこんな感じですよね。ちょっと長いんで、これをそのまま使ってくださいってことじゃないですよ。意味ですよ。よく知らない人とビジネスを、あなたはよく知らない人とビジネスしますか？あとはあなたはよく知らない人に商品を売りますか？それともよく知ってる人に商品を売りますか？よく知ってる人にお金を払いますか？もうちょっと言い方変えると、信頼関係のまだ組めてない人とビジネスしますか？信頼関係がある人とビジネスしますか？ってことなんですよ。だから多くの方は、信頼関係がそんなにない他人みたいな人に商品売ろうとしてるんで苦しむんですよね。でもやっぱり天野さんの今回の例っていうのは、身近な人にね、請求を上げたってことなんですよ。で、金額よくわかりませんけど、3000にしても5000にしても1万円にしても、その金額を払わずに人を働かせようとする人と友達でいる必要はないですし、家族なら身内がね、自分の家族だからって言って、タダで働くことを喜ばないと思うんですよ。きちんと、いい大人だったら請求するとかね、子供がお手伝いしてもお小遣いあげると思うんですよ、300円とか500円とか。それは子供を尊重してるからだと思うんですよね。子供の労働の対価としてお小遣いを300円とか500円っていうふうに価格をつけてきちんと支払ってるから、子供を頑張って、あ、頑張ったらもらえるんだって思うから子供ビジネスを覚えるんですよね。だから親がね、まずは子供に対してお金のことを教えてないっていうのはこういうところにあると思いますし、それが大人になってもね、身内からお金がもらえないみたいな、身内からはもらえるじゃないですか。
ね、もらえばいいと思いますよ。身内に対してビジネスをしていくとか。もちろん何十万みたいなものは難しいと思いますけども、やっぱりね、5000円、1万円のことは当たり前のように、自分のサービスを提供してお金をもらうってことをやればいいと思うんですけどね。あ、でも今回、天野さんの動画、いろいろと、修正点というかね、アドバイスはしましたけども、全体的にはすごくいい動画になってましたんで、こういうのを繰り返していくことだと思うんですよ。特に今回、天野さん自身の挑戦と体験をもとに話されてますから、自信を持ってね、アウトプットできたんじゃないかなと思います。やっぱり聞きかじりの知識よりも自分の体験の方が視聴者さんには伝わりやすいですから、ぜひねそちらの方自分の体験から話すってことを繰り返せるように体験を増やしていっていただいてもいいんじゃないかなと思います。本当に今回はねすごくいいと思いますよ。ありがとうございます。